さっき高橋さんが言われた、ハリーポッターについてもね、もうすでに百科事典も出てるとか研究所がいっぱい出てるとかっていうのは、実はあの文学作品で重要なものはこれとこれであって、これを読めば英文化卒業してするにふさわしいというような、いわゆるキャノンと言われるね、何を英文学者の中で学ぶかといったようなものの考え方がもうなくなってしまって、学会へ行ってもそうなんですけど、あのロスティングトランスレーションの映画の分析とかね、そんなようなものが本当に国際的な英文学会で、ちゃんと研究発表の材料になってしまうという時代ですから、何をもってキャノンとするかという考え方は、まあ、一切なくなってしまう。自分がいいと思ったらもう、まあ、そういう状況もあって、あの世界中の動きが変わっている一つのものが、やっぱりその文学っていう一体何っていうものの考え方、文学を研究するとか、あるいはそれを扱うということは何、そういうこともある。さっきのブルワ先生の扱いについて戻りますと、ブルワ先生はあのオクソード出身の学者でいらっしゃったので、学生時代に C.S. ルイスとトルキンの授業は聞いてるわけですよ、ね、そして、C.S. ルイスは指導教授でもあったということで非常に近い関係にありましたので、いろんなところでいろんなことを発表されてますけれど、特にあのロード・オブ・ザ・リングズをこのシンボリック・ストーリーというので分析した長い文章があります。確かポエティカだったかな、その中に長いロマンスの本質としての